力を受け継いだ思いで私はあなたと戦うフィオル思いかそいつは腹が膨れるのか気に入らない奴をぶっ殺してくれるのかあなたはなぜ戦うの残座に力を貸して何もかも滅んだ世界であなたはそんな世界が楽しいの考えるってのはまさに力を持つ者だけの特権だな違うザンザなら俺に戦う力と場所を与えてくれるそれが面白いのよそれが理由なのそんなことがそれが真理よネイナスは巨神界と鬼神界の全ての命が一緒に生きていける世界を望んでた 私はあなたを許さない。そうかい。だが何ができるんだよ。その体で。知ってるぜ。その体にはもう物などがないってよ。もうじき動かなくなるんじゃねえか。あら、そろそろ限界だろ。まさか。 平気だよ最後の最後までシルクと一緒に戦うんだからフィオルいやここがその最後の最後ってやつだなどうしたモナドなしのてめえは本当に無力でひりきな小僧だな終わりだ期待外れだったよお前はメリオだってフィオレンシルクと共に生きるのではなかったのかこんな奴のために無駄に命を削るなそうよ欲しいものを手に入れるの死んで守るなんてダメ シェルク、そろそろ本気出せ。俺は知ってるぜ。モナドがなくたって、お前はこんな奴より強いって。リキだって知ってるもん。シェルクはいつも勇敢だったもん。いつもの気持ち、思い出せたもん。シェルクは本当の勇者だもん。そうだ。借り物の力などいらん。 自分の力を信じろ、シルク。みんな、シルク、行こう、シルク。私たちの力で。そうだ。僕たちはみんなから受け継いだ思いと自分の力で。 前座にもなりゃしねえ貴様ら